SNS であの発信をして選手の発信に対してあそこを行った理由というか、市を代表して怒ると。で実はあれ投稿した時にサンフェの千田社長がお越しになる予定も入ってた。偶然をコントロールしに行かないといけないのかな。40億人からが熱狂するスポーツです、国運をかけていいんじゃないかな。はいはい。まあ、地元にサンフレッチェを置く意義みたいな思いとか、はい、それこそ市丸さんの思いとかもすごい伝わる中で、でこのタイミングで回収に踏み切ったみたいなところは、なんかそこは経緯だったりっていうのはあるんですか。あれも本当言うともっと早くに回収すべきだったんです。今までもうずっとサンフレッチェの方からは何とかしてくれという声が上がってたにもかかわらず、はい、今までまあほったらかしになって準備もしてなかった、はい、で準備とは何かというとお金を用意してなかったんですよ。あ、予算として、はい、最終的に2億3000万からかかるんですけど、はい、あのオーバーレイっていうあの重ねてね上書きするんじゃなくて、はいはい、丸ごと今回入れ替えるんですよ。今までだましだましやってたんで、はい、でも丸ごと入れ替えたら2億3億かかるのは分かってたはずなんですよ、はい、普通分かってたら貯金するじゃないですか、はい、で貯めれないのに貯めてなかったんですよ、うん、それのに。なのでは、はいはいはい、サンフレッチェから、まあ、私主になってこういう話があるんです、うん、聞かれた時にもすぐ何とかしてあげたいけど何とかできなかった、うん、なので3年かかったんですよ。なるほど。今やってるのはすぐできなかったんですよ。いきなりポンって2億を出せない。財政に余裕があれば、はい、準備があれば就任した時に、はい、あ、分かりましたすぐ直します。で2020年の時にできたんですけど、はいはい、できなかったんです、うん、23年になったのはそこから慌てて準備をしお金をかき集めて、はい、ようやく今回回収ができるようになりました、この11月から。なので本当にサンフレッチェには申し訳ないなという思いです。じゃあ本当に先ほどおっしゃったようにこれまでちゃんと向き合ってこなかったところとか、うん、もったいないことですし、はい、申し訳ないことだったなと思います、はいはい、それで本当にそういう関係性が続いてしまうとサンフレッチェ側から離れてしまうみたいなところも離れるでしょうし、はい、こっちからももう財政出すのもったいないからやめてしまえにもつながりかねないんですよね、はいはい、で結果お互いにとってそんなルーズルーズの関係になるのがもう見えてたという気がしますね。なるほど。まあでもそこの練習場でいうとそれこそ SNS であの発信をして、はいはい、選手の発信に対して、うん、あそこを行った理由というか、はい、背景ってどういうものがあったんですか。あれはですね、はい、めちゃくちゃ戦略的に動いた結果です、はい、おまずあのニュースを記事を見た時に、はい、動画だったんですよ。そうですね、まあ、誰かが切り抜きを載せてたんで、はいはいはい、見たんですよ、はい、ああと思って、はい、まあなんかそういうキャラクターもあるじゃないですか、はいはいはい、なのでまあっていう、はいはいはい、ちょっとまあ怒るというか、はい、うん、こいつみたいな、こいつみたいな、はいはい、おいちょっと待てみたいなっていうのが最初の受け止めで、はい、でもちょっと経っていやでもなと、ユース出身でしょ。そうですよ。そしたら地元のね、うん、彼が高校生の時から応援してる人がいるんですよ、はい、おじちゃんおばちゃんがね、はい、でもおじちゃんおばちゃんはあれを聞いたらやっぱりショックですよ、はい、ね、悲しいなと思って、はい、で次に思ったのがね、そんなこと言うなよと、はい、ね、プロなんだし、はい、ね、ここに座ったんだからそんなこと言うなよっていうのは僕の感情としてありました、はい、でもそれだけであのツイートはしなかったです。投稿はしなかったです、うんうんうん、ね、なぜ そこで感情に任せてってなると その程度ではしないです、はい、うん、うわーって思っても、はい、自分の中でとどめるんですけど、はい、なぜしたかというと騒ぎになってきてたんですよ。あもう、ね、はいはい、なんてこと言うんだと、はい、で特にファンサポーターじゃない人からすると、まあ、地元のねちょっと遠い人からすると、はい、どういうことだと、はい、なるじゃないですか。でそれであこれはまずいなと思ったんですよ、うんうんうん、これは誰かが引き取っておかないと変なバッシングになると、はい、それこそ関係性が悪くなるなと思ったから、はい、市を代表して怒るというのに踏み切りました、うん、なるほど、はいはいはい、で実はあれ投稿した時に、はい、1週間後ぐらいに、はい、サンフレの千田社長がお越しになる予定も入ってたんですよ。あ、もともと入ってたんですね。入ってたんです、はい、あれは謝罪に来られたんじゃないですか、はいはいはい、1週間後にシーズン始まるので、はい、あのいつももらってるんですよユニフォーム、はいはい、いつも飾っているのは、はいはいはい、あれを届けに来てくださる予定も入ってたんです、はいはい、のであ今投稿すれば1週間後に必ず千田社長はお話をしてくださると、はいはいはい、でそこであの、まあ、謝罪のこともあるだろうと、はい、なので着地が分かってるから飛んだんです。うーん、
そこまで考えなかったんですね。もちろんあれであの慌てて千田社長を飛んでこさせるなんてのはまず失礼ですし、うんうん、それこそ、ね、組織同士の関係性が悪くなるじゃないですか、うんはいはい、なのでもうユニフォームがもらえるお越しになるのが分かった上で、はいはい、そのままで千田社長から一言もらえれば、はい、市としては分かりましたと、うんうん、あの謝罪を受け入れて許せるじゃないですか、はい、そしたら市の代表が許してるんだからごだごだ言うなと、うんうん、で終わりにできるなと思ったんですよ。で、はい、そうしないとパラパラ文句が出続けるのかな、はい、で選手 自身も謝る機会がないなと思ったんです。はい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 、あの謝らせたかったというわけじゃないんですけど謝りたいんじゃないかなと思ったんです、うん、でも謝ることによってまたちょっとね、あの騒ぎになったりするので、はいね、かといって謝罪の場を、ね、設けて僕に謝罪に来させるのも変じゃないですか、はい、なので組織同士の関係で最後決着させるのがいいなと思って、うんうん、千田社長が来るところにめがけた。なるほど。でそこまでやってたら、はい、戦略的な、その後、はい、なシーズン始まってからですけど、はい、スポンサードゲームの時に、はい、あのまあ、私ピッチに、ね、近くにいたら、はいはいはい、選手がわざわざ来て、はい、あの直接僕に謝罪の言葉をくださったんです。はい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 、あれはもう全く望んでなかった対応なんですけども、やっぱりずっと気にしてくれてて、うん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 、なんかそういう対応してくださったので、あやっぱりあの、ね、あの選手、ね、もう人としても、はいはいはい、あのちゃんとしてるなって思って、うんうんうん、はい、なので余計に僕はやっぱりファンになりましたし、はいはいはい、これは応援したいなというふうに思って、それが顛末ですね。あすごい、そこまでのストーリーが。でも本当に今この話知らない人からしたら千田社長が飛んでいった、見えますよね、だと思ってました。見えますよね。じゃないんです、はいはいはい、あれ最初からスケジュールにあったんです、はいはいはい、でちょうど1週間ぐらいを見計らって投稿してますから、はい、なるほど、早すぎても遅すぎてもいけないから、はいはい、1週間ぐらい間を空ければそういう風に見えるじゃないですか、はい、見えればいいなと思ったんですよ、うんうん、そうしたら秋田方氏が怒ってる、でもサンフレッチは急いで、謝罪に来たように見えれば、はいはいはい、いい雰囲気になるじゃないですか、うんうんうん、ね、サンフレッチェの対応がいいみたいな、はいはいはい、実際対応が良かったんです、そうですね、いいんです、はい、もう完璧でした、はい、こっちとしてもう何も申し分ない、あの丁寧なあの対応説明でしたし、うん、何よりも何だろう、こう組織として企業として、まあ、見事なガバナンスだなと思ったんですよ、うんうんうん、ね、選手とフロントが一体になってその問題に対してアプローチするっていう、はい、それを私はまさに見させてもらった、勉強させてもらったという、その一幕でしたね。なるほど、いやこのストーリー聞けてよかったですね。めちゃくちゃでも本当にもう綺麗に収まったという感じが、あれしかなかったのかな、はい、でもなんか選手のその思いも、まあ、分かる気持ちもあるみたいなところもそりゃそうですよ、遠いですよ。それこそですよね、千田社長が飛んでくると言っても今日自分たちも来て思いましたけど、はい、まあまあ広島から1時間ちょっとは往復2時間をかけて来させるのもみたいなのもあった上でって感じですよね、はい、なので、はい、あのサンフレッチェがいつまでここにいてくれるのかなっていうのは、うん、ちょっと不安に思うのはもちろんそれは、ね、選手の都合、まあ、チームの都合もあると思うので、うんうん、でこれは実は就任した当初、うんうん、今まで他で言ったことないんですけど、社長、千田社長に言ったことがあるんですよ、はい、あのこれから先も秋田方に居続けますかと、はい、率直にもしサンフレッチェの足かせになっているようであれば秋田方としては身を引くとまで言いました。はい、だいぶ大きな決断で、はい、だいぶ大きなダメージになりますよね、はい、でもそれがサンフレッチェのため、要は広島のためだと思ったんですよ、はいはいはい、で秋田方が抱え込むとうちはね得があると思って今やってるんですけど、はいはい、でもでそれでサンフレッチェのためにならないんであれば引くべきところもあるのかな、うん、ただその時に千田社長は やっぱりこの場所がいいんだと、はいはい、でそれはもちろんユースも含めてだと思うんですけども、はいはい、それはサンフレッチェ あのチーム戦略としてこの場所がいいんだというふうに言っていただいたので、うん、あじゃあ分かりましたと、はい、全力を尽くしますと言って公園の整備改修からそれこそあそこの施設の運営からサンフレッチェにお願いしたのはそこが出発なんです、うん、なのでサンフレッチェの気持ちというか覚悟をそこで確認してその思いがしっかり伝わったのでこれはもう全力で応援しようと、そこに秋田方氏の未来があると託せるというふうに思ったんです、はいはいはい、やっぱりその未来長いスパンで考えた時に絶対生きながらえるには必要な存在みたいなところですよね、はいはい、さっきのブラジルの話につながるんですけど、はいはい、サンフレッチェに一刻も早く世界に通じるクラブチームになってほしいんですよ。で今もねオリジナル10で今シーズンも今4位ですか、はい、いいところいますけど、はいね、来年はスタジアムができて、ねはい、盛り上がるじゃないですか。だからもっともっと盛り上がって、はいね、日本のサッカーのレベルを上げ、ね、世界に越していく存在になってほしいと、うん、そうしたら日本という国が
その先も続くための一つのね、ものすごい希少な原動力になると思うんですよ、うん、サッカーという産業が、うん、中南米とか行ったらサッカーだけで本当国回ってみたいな感じありますよ、まあ、そうですよねそんなイメージもすごいあります、ねはい、でヨーロッパですら、ねはい、サッカーでものすごい一つの大きなコンテンツじゃないですか、はい、強力な、うんうん、そういうふうに日本のサッカーがなってほしいな、うんうん、でそのためにサンフレッチェは貢献できると思うので、そこに秋高としては貢献したいという。なるほど。だから遠くから下の方からいくらかでも支えたいなという思いです。今そのすごい熱意があって思いを伝えた反対側のことをちょっと聞いて申し訳ないなと思うんですけど、はい、こういう思いを持っている人もいる、ファンの人もいる、ただ一方でなんでそこに税金を使うんだとか、うんうん、スポーツ良くないって思ってる人もいるんじゃないかとは思うんですけども、なんかそういう反対の声みたいなのも実際その回収含めてあったりはしたんですか、うん、回収そのものに反対というのは、はい、少なくとも議会においては一回も出てないですね。そうなんですね。ちゃんと議決を経てるので、はいはい、全一で、はいはい、可決しているの で、はい、で市民の代表が議会なので、うんうん、そこで文句が出てないってことは文句がないという受け止めをしています。なるほど、はい、もしあったら議員が言わないといけない、ね、そうですよね。それが政治の形なので、はいはい、なので市としては市長としては市民の反対意見はないというふうに、うん、まあ今そうですよねと言わない、ね、ただもちろん2万7000人いればそれはいろんな意見があると思いますよ、はい、ただ誰に聞かれても私は自信を持って言えるのはサンフレッチェが秋高田市のためになると、うんうんね、こっちから出すばっかりじゃなくてそれは確実にこっちのためになってるんだと、で将来を見据えた時にも秋高田市のためになり続けるんだ、それはもう自信を持って説明できるので、はいはい、そういう意味ではいろんな意見があるかもしれないんですが、うんうん、個人的には心配はしてないですね。なるほど、はい、迷いはない、はいはい、それを聞きたがってたそうです一番聞きたいな、だってこんなチーム願っても手に入らない。まあそうですよね。ですよ。そういうじゃないです。本当に3万人以下の自治体がこんだけその世界に行ける、つかクラブワールドカップも出てましたしね。そういうチームを持てるっていうのは、ねね、全国に1700自治体あって、はい、あの規模でいうと秋田方って下から400番目か500番目なんです。2万7000人って全然下位なんですよ、はい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 、本当に下位なんですよ、はいはいはい、がJ1 のトップチームを持ってるんですよ、はいはいはい、強豪のね、うん、古豪のね、はい、すごいことです、はいはい、これ一遍手放したら絶対にもう二度とつかめない。まあそうですよね、もう一からもう作れないですよね。なのでものすごい行幸、奇跡的な巡り合わせでここにあるわけですから、うん、それはやっぱり大事にした方がいいんじゃないですかね、うんうん、あとなんか他のスポーツで言うと知らなかったんですけど、枠永のハンドボールがあるの、はいはいはい、枠永ってやっぱりハンドボールすごい力入れているのとか、はいはい、あと DMX の大会とか、はい、ツールド秋田方もあるんですね、はいはい、あのあたりの効果とかってどうですか。メジャーではないスポーツ、メジャーって多分野球サッカーバスケだと思うんですけど、うんうんうん、の大会とかをやって人を集めるメッカにするみたいなところ、ツールドで言うとなんか宇都宮が今めちゃくちゃ集まってくるみたいな、はい、なんかそういう狙いとかがあるのか、ちょっと地元不勉強なんですけど、そこ結構歴史があるのかっていうと、そこのあたりっていかがなんですか。行政が主導しているというよりも、はい、それぞれの、まあ、幕永であればハンドボールであり、うんうん、あの幕永製薬ですね、はい、そこが盛り上げていらっしゃいますし、通道秋田方については自転車好きの方が主催されているんですよ。ちょっとずつ市が応援してたりはするんですけども、はい、なのであくまでもなんかそれぞれが独立してされていると、はいはい、それを市ができる限り応援しているという形で、バックアップをしてる、なので、はい、サンフレッチェとはちょっとだいぶ状況が違うというのは、文脈も違って、はいはい、ありますけど、はいはい、ただプロスポーツ、まあ、ハンドボールこの先どうなるかっていうところですけども、うん、そのプロスポーツじゃないスポーツ、まあ、ちょっとマイナーというか規模が小さい、はいはい、マーケットとして小さいスポーツ、うん、これの生かし方というか、はい、扱い方は行政もっと考えた方がいいなと思います。うちはもちろんですし、それはめちゃくちゃ聞きたいですね、他のところも、はいはい、どうすればいいのかみたいな、うん、まあ、うちもねそうなんですけど、まあ、やってますと、はい、ああ頑張ってますね、うんうん、で終わりなんですよ、まあ、ちょっと補助金出すぐらいね、はいはいはい、でもそれじゃあいつまでたってもそれこそ幕永のハンドボールなんて昔からあるわけですよ、はい、でもあそこは高田町っていう町だったんですよ、はい、吉田町の隣の高田町、はいはい、なので市になる前から幕永ハンドボールあるんですけど、うん、レオリスっていう名前でね、はいはい、でも高田町の人しか応援してないんです。なのでいまだに高田町の人がほぼ
はい、そのコアなサポーターというかファンなんですね。もったいないじゃない、秋田方市長になったのに、はい、っていう悩みも持ってたら、実は今年だったかな、はい、その枠永がチーム名を変えられたんです、はい、しかもその名前が秋田方枠永、秋田方枠永アンドボールクラブか、あ、秋田方はついてました、はいはい、でそれまでのレオリックを外されたんです、はいはいはい、これすごいことだなと思って、うん、他のところだったらもうちょっと大きい規模なんですよ。例えば広島とか、はい、広島枠永だったら、ね、はいはい、全国に通じるんですけど、はいはい、それをわざわざ秋田方と、はい、にしてくださったのがものすごい覚悟だし、はい、地元としては嬉しいなと思って、はい、なので今まで以上にやっぱり力を込めて、はい、まあ、今度ね、あのプロリーグ化もちょっと見えてきてるの で、ね、はい、あの市としてもうこれは一緒になって盛り上がるしかないなとやってるところです。なのでもっと行政は戦略的にですね、うん、それがね、例えばプロスポーツなら工業的に成功するのかどうかもありますし、うんうん、工業的に成功しないとしても市民が喜んでたらありなんですよね、行政サービスとしては、ね、はいはい、むしろそれに行政の価値ってあると思います、うんうん、採算が合わないけどやる、はい、ね、地域の祭りとかそうじゃないですか、はい、あの全部持ち出しですよ、はいはいはい、ね、あの儲かるわけないん ですよ。でもあの祭りがあるからこそ、その市民のなんですか、シビックプライド的なものが醸成されるし、あの祭りがあるからこの期間は戻ってこようって なりますもんね。そうです、シビックプライドです、はいはい、それはお金の問題じゃないので、はい、まあ、もちろんいくらでもつぎ込めるわけではないんですけども、はい、それはもう採算だけでは測れない価値があるので、行政としてもっとそこに注目していった方がいいんじゃないかなとは思いますね。特にこれから先の時代は、はい、儲からないものばっかりになっていくんですよ、うんうん、で儲からないからやめるって言ったら全部なくなりますよ。儲からないけど何かポジティブなプラスのものを埋めるもの、ね、っていうことですよね、で、はい、うまくそれをこうね使えばエネルギーに変換できると思うんですよ、はい、でね、人を引きつける力になると思うので、うん、で多分そこの人を引きつける、まあ、火種となるエネルギーがまた何か新しい価値を生むかもしれないですもんね。やっぱ結局全てが人の活力から生まれてくるって考えると、はいはい、そうですね、あ、確かに。ちなみにアメリカって何年いらっしゃったんでしたっけ。4年半ぐらい、ね、その時ってどうでした。やっぱりアメリカはもうそのスポーツ、それこそ箱がもうアリーナとか、まあ、野球含めてで、逆になんかもう メジャーリーグとか、うん、野球あんま見てない人とかも多いみたいなとかも含めて、だからどういうどれぐらいなのかなと思って。アメリカのスポーツは、はい、産業的な産業、はい、ビジネスだなって、あ、もうそこはもうビジネスに振り切ってるっていう、やっぱり世界でもトップなんじゃないですかね、はい、日本とは本当に桁が違う、はい、だってメジャーリーグに行った選手の年俸桁が違うじゃないですか。いや、そうですよね、はい、あのメジャーリーグの選手の年俸を見てこれ J クラブ何個持てるだろうみたいな、ね、はい、でもあれがアメリカなんですよね、はいはいはい、でアメリカで一番人気なスポーツって確か NFL アメフトなんです。アメフトですよね。アメフトでホッケー、バスケ、はい、バスケ、実は野球って4番目かぐらいなんか見たいですね。でも日本ってメジャーリーグが ね、はい、ね、大谷選手とかがいるんで、うんうんうん、ニュースは入ってきますけど、はい、実はアメリカ人が見てるのって野球ってあのどっちかって言ったらおじさんが見るスポーツっていうイメージです、はいはいはい、怒られるかもしれないけどちょっとダサいというか昔のプロ野球ですよ、はい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 、なるほどめちゃくちゃ分かりやすいです ね、はいはい、広島市民球場ね、はい、前あったんですけど、はい、あそこでね新プレー好プレーとか見たら、はい、ガラガラのスタンドで、はいはい、おじさんが缶ビール飲みながらねこう見てるみたいな、はいはい、あれが、まあ、今メジャーリーグも盛り上がってますけど、はい、アメリカ人のちょっと持ってるイメージですね、はいはいはい、うん、じゃあ本当に住まれてた時も肌感としてはやっぱり三大ですよね。そうですね、その方が、でやっぱりそこの凄さは何かって言ったらビジネスかな。アメフトなんか、はい、そもそもスポーツ競技としてルールの作り方からしてビジネス寄りだと思うんですよ、まあ、ですよね、はい、で攻撃と守備がねこまめに入れ替わったり休憩があったり、はい、人の入れ替えもですし、はい、あれってテレビ放映にですよね。だからあそこで CM を差し込みやすいですもんね。ですよね。サッカーなんて CM 差し込めないですから ね、 ですよね、試合中に、はい、で飲み食いもしにくいじゃないですか、はい、なのでああいうものを研ぎ澄ませたのがアメリカだなっていう。それはアメフトに限らずいろんなところでビジネス的な、はい、要素は感じました、はい、それこそチケットのやり取りだって、はい、向こうはもうセカンダリーのマーケットがちゃんとできてるんですよ、うんうん、買って行かないって時にはすぐ売れるんですよ、はいはいはい、今そこは結構問題になってますよね、うん、転売とか含めて、うん、はい、日本ってまだ転売問題ってるんですが、はいはい、向こうは結構割とそのもう5年間前ですけども、はいはい、普通にチケットはあのそっちでもなんだちょっと安く買えるんですよ。うん、うん、あ、まあ、そういうところも整っていてって感じ、はい、ただあのものすごい人気のやつは跳ね上がりますよ、はい、
ね、あのスーパーボールとかね、まあ、そうですよね、とんでもない値段なんですか、っていうのはまあよしあしあるんですけど、ただとにかく市場原理、経済の力を使って産業として回しているのがアメリカのスポーツの強さ、はい、なるほど、うん、でもそれをね、スポーツの精神とね相反する部分あるの分かるんですけど、はい、ただ金が集まると強くなるんですよ。まあそうですよね、強くなると人気が出るじゃないですか、うん、はい、これはねスポーツの逃れられない宿命だと思います。なですよね、強くなければならないんですよやっぱり、うん、それが全てじゃないにしてます。はいはいはい、めちゃくちゃ分かります、ね、それこそなんか鹿島アントラーズはそう言ってましたですよね、もう強くならないと生き残れないみたいな、うんうん、やっぱそこありますよね、なんか難しい。あとはまあ偶発的にそういう選手が生まれてくるかどうか、スターが生まれてくるかどうかみたいなところにもちょっと日本も依存している部分があるじゃないですか。例えば今大谷選手とか、うんうん、多分オリックスの山本選手とかが出てきて、はい、まあ、メジャーリーグで多分山本選手なんかも活躍するかなと思うんですけども、じゃあそういうスターがいないときに、じゃあ野球もあんま盛り上がらないだろうし、うんうんうん、サッカーだったら三笘薫選手とかがいて、うんうんうん、そういうのがいなければどうなってたんだろうみたいな、うんうん、なんかそういう偶然に左右される産業でなお難しいなっても思うんですけど、あ、でも僕は偶然をコントロールしに行かないといけないのかなと思って、はい、大谷翔平選手が生まれたのは、はい、私は偶然の積み重なりだと思うんです、はいはい、あのいい意味で。何かというと、はい、日本の野球人口、高校野球だったから、はい、彼がいた頃がピークのはずですよ。あ、そうなんですね。あの昔の方が野球多くてサッカーに流れた時代もあったんですけど、はい、実は確か高校野球やってる人数ってその後また盛り返してるんですよ、はいはいはい、で彼が高校生ぐらいがピークで、今もう子供の数が減ってるの で、 そうですよ、ね、多分減り出してるんですね、うんうんうん、なので一番やってる人が多い時にやっぱりスターってまあ、より高い位置に行くんじゃないですか。パイが多い時ですよね。そうそう、競争がね、効、はい、くし、うん、何より、はい、そういうところに能力値が高い、そもそも高い環境に恵まれてる人が入ってくるじゃないですか、はい、なのでこれから先大谷選手を超える人って出にくいと思います、はい、競技人口が減るから、まさに。あ、逆にサッカーはまだ伸びしろがあるんじゃないかなと、はいはいはい、それこそ各クラブがユースをね、はいはい、こんなに持ってるスポーツ他にないんですよ、まあ、そうですよね、はい、ね、うちのサンフレッチもしっかりですけども、はいはい、あそこにちゃんと投資をすれば、で 今も試合やってますけど、はい、ね、アンダー20とか、うんうん、あの世代で世界と戦うじゃないですか、はいはいはい、代表になるじゃないですか、はい、あの積み重ねでスターが生まれていくんじゃないかな。なるほど。競技が人口を増やす普及みたいなところがやっぱり大事になってくるし、はい、やっぱりそれはもう産業として戦略を打つ、ね、あの漫画のブルーロックじゃないですけど、はい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 、意図的に生み出すのを考えた方がいいんじゃないかな、うんうん、偶然をコントロールするって面白いですね、うんうん、しないと本当に偶然に任せたら、はい、日本これから人口減りますから、うんうん、偶然が起きにくくなるんですよ。まあそうですよね。なんか確かに大谷翔平が出てきたことは偶然かもしれないですけど、うん、大谷翔平になれる可能性のある野球少年をとりあえず増やしておくみたいな。そしたら出るかもしれないから、野球少年が減ったら確率がどんどん、ね、どんどん減っていくってことですね、減るじゃないですか、はい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 、なので人口が減る中でどうやって産業を盛り上げていくかっていうのはものすごく計算して、うん、要は投資をすべき、はい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 、儲けで投資をする、はい、これでしか営みは続かないので、うん、いついかなる時も、うん、まだどう儲けていくかみたいなところだと難しいですよね、うんうん、やっぱ、はい、うん、どっちが先なのか、鶏卵みたいな話に。でも私は特にスポーツ、特にサッカーに限って言えば、はい、その土壌はあるんじゃない、はい、だって世界がこれだけサッカーで盛り上がってて、ね、およそ人口の半分以上でしたっけ、はいはい、サッカーを見るわけじゃないですか、うん、これはやっぱり人類がいる限りなくならないんじゃないですか、うん、この熱は。なるほど、うん、でもそこにスポーツを投資する意味があると。ある、はい、であのそう遠くない将来にワールドカップ優勝するんだと思います、うん、でもなんか今見てるとちょっとそれもできそうな感じ、できそうな気になってきてますよね、はいはい、森保監督のもとね、はい、するんだと思います。でそこからですよ、そこから世界に、ね、サッカー産業に割り込んでいく、はいはい、日本のサッカーをわざわざ見に来てもらうみたいな世界から、うんうんうん、J リーグをです、はいはいはい、っていうところに持っていけば、うん、この国の未来があるんじゃないかなと思います、うん、なるほど。いや、ありがとうございます。ちょっと最後になんですけども、まあ、今後ちょっと秋田市としてもどういうふうにサンフレッチェと向き合っていきたいかっていうのと、やっぱり最後にそのスポーツの魅力、うん、日本をどう救っていくかみたいなところを、うん、この2点ちょっとお聞かせいただければと思います。まずサンフレッチェに関しては、はい、とにもかくにも強くなってほしい、はい、1回でも多く勝ってほしい、はいはい、それが全て秋田方氏のためになる、はいはい、だから全力でこれからも応援し続けますね、うんうんうんはい、で
うちの未来を本当に託してる、はい、その思いです、はいはい、師としてですよね。本冒頭の森本さんとの話もありましたけど、はいはい、でサッカー、まあ、これからのスポーツですけども、はいはい、より計画的に戦略的にやっていかないと、うんうんうん、もう全てが自利品、うんうん、になるはずです、うん、エンターテインメントも取り合いにもなってきてますし ね、はい、今ねエンタメで言ったらね、あの J-POP じゃなくて K-POP、はい、ね、でも韓国の方が人口少ないんですよ。ですよね。あれはやっぱり韓国の国策というかエンタメ業界の覚悟ですよね、はいはいはい、自国のマーケットじゃもう食っていけないから外に出ようという、うん、いち早く、ね、覚悟があの力を生んでるんです、はい、だときに日本のスポーツ産業サッカーは特に、ね、はい、今世界とつながってるわけじゃないですか、うん、もはや ね、この前のワールドカップなんてね、はい、見えたじゃないですか、うん、世界の舞台に。確かになかなかもうすぐこんなに世界とつながれてるものが他ないプロ野球ですら、はい、いいところには行ってますけども、はい、やっぱり産業としてはメジャーリーグにはまだまだ及ばない、うん、ね、年俸の崖だから違うじゃないですか、まあ、はい、その時に、ね、サッカーは歴史の、ね、頂点を踏まえれば、うん、すごく検討してると思うんですよ、はいはい、メジャーリーグは言ってもアメリカのスポーツなんですよ、はいはい、サッカーは世界のスポーツなんですよ、はいはいはい、ね、40億人からが熱狂するスポーツですよ、うん、それは日本としてもっと国運をかけていいんじゃないかな、はいはいはい、個人的には思ってます。なるほど、まあ、スポーツはそういうふうに世の中だったりを変える力があるし、それこそ、うん、まあ、企業とかもそういうところを見ていって、そう、ね、投資していく価値はある、ね、投資だと思いますね、はい、うん、ありがとうございました。非常に面白い話聞いて時間もちょっと長くなってすいません、取り留めなく話しました。いえいえ、第1回としてすごい貴重な回になった。第1回から妙なテンションになってしまいます。すいません、これがすげえやりにくくてしょうがない。これが基準になってくるんで引き続きちょっと応援しております。また秋田カジキも多分ユースの試合かなんか一番来ると思うので、はい、そうですね、その時はまた応援させてください、はい、ぜひまた遊びに来てください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。